まあ、先月ですね、ようやくもうこの町の徳島市がですね、もう本当に驚きの一生になります。もう4日間で、はい、5日間か、今年から5日間11、12、13、14、15で、12日は舞台と、あとちょっとした、商店街、アーケードになって、お届けするんですけど、まあ、その6日間なんですけど、100万人来ます。え、一番驚くとこですよ、今。これ以上驚くことないですよ。見ました、今、皆さん。もう寂しいと思いますよ。あ、踊りたい、歌すごいな、バーンって、飛び出した瞬間、ちっちゃってなりますよ。人誰もおらんやってなりますよ。徳島市で25万来てます。徳島県で75万の来てます。皆さんの町はどうでしょうか。すっげえ田舎だと思った人。労働でいいですね。すごい田舎なんですから、その5日間だけで本当に100万人来るんで、もうこの町が非常に東京に出して、渋谷に出てきて、知り合いたことないんですけど。まあまあ、そうですね、すごい人がいるんで、もう、喋る場も島の孫というのは、東京にも、まさに門をかけるぞっていう自信満々な島になりますね。どうやら別に。アバン踊りフェスティバル、from August 11 to August 15. In our festival season, one million people come to Tokushima City. So usually Tokushima City, 25,000 people living here. But in our festival, 1 million people come here. So we think in our season, Tokushima is look like Shibuya. Have you been to Shibuya? Have you been? Words, not one. Something we don't do in Tokushima in our festival. 伝わってるんですか？本当に伝わってます。どうですか？伝わってますかね？Do you understand my English? Yes. Ah, thank you. なんでか、わかってんじゃん。伝わってんのかな。いけるよね。いけるとか。全然わからなかったね。まあ、その4日間で100万人来るという。じゃあ、阿波踊りいつ始まったのか。今から約400年以上前に、徳島城。阿波踊り originates 400 years ago. 福島城ね、できた時に、まあ、阿波の殿様、実際に政子という方がですね、踊りで、すいません、城ができたから皆さん城門を上げて踊れ踊れって言って喜びの、踊りを表現した、まあ、いろと諸説ございますけど、まあ、それが有効だろうというふうに言われてはおります。1587, Hachisuka Iemasa made Tokushima Castle. Then he allowed the people to enter the Tokushima Castle ground, and he allowed people to dance in the inside the Tokushima Castle. It is the origin of our odori. まあ、せっかくですからね、せっかくこんな徳島に来ていただいたんですから、ぜひとも阿波踊りを踊って帰ってください。You come to Tokushima Prefecture, we want you to try our 踊りダンス。難しいって言ってた方いらっしゃいましたけど、非常に簡単です。まず皆さんがせっかくこの外国の方もいらっしゃいますし、日本で私が一番遠いところって自信がある方ってどれくらい？ The people from far from 北海道から、北海道から来られた。うわー、ありがとうございます。北海道より遠いって言ったらもう沖縄しかないですけど、沖縄の方いらっしゃいますか？九州の方。あ、九州どちらから来られたんですか？福岡から。うわー、